調査にね協力していただける方、うん、FTM の方限定なんですけど、その中でも条件があります、はい。一つ目は、乳腺の摘出を済ませてる方で、もう一つはホルモン治療を1年以上してる方で、最後なんですけど、子宮卵巣は取ってても取ってなくても全然問題ないので、インターテレビのおちゃんです。おさです。おさぎです。今日すごいまた新しい場所ですね急に急に台本通りで、まあ、なんでこの場所に来たのか企画発表しちゃっていいですか。お願いします。女性から男性になったミュータントの体は、うん、女男どっちなの、うん、実際に調べてみたらこんな結果になりました、うん、っていう企画です。そう、多分見てるみんなも女性から男性になってる、服の下ってどうなってるのって多分思ってると思う、はいはいはい、爪取ってるじゃんみたいな、まあなんか実際にこういう風になってるよみたいなところからも伝えていきたいし、体の悩み結構大きいじゃん。やっぱりもともと女性だから骨盤が広かったりとか、うん、そうそう、でホルモン注射とかもさ、うん、していくとちょっと筋肉質になってさ、うん、はいはいはい、自分なんか変わったのが、うん、女性って皮下脂肪じゃん、男性内臓脂肪、うん、内臓脂肪の数値めっちゃ上がった、みんな言うわ、両方ついて損じゃない、うん、そうだよねダブルパンチでお腹周りはめっちゃ太くなった。洋服買っても服さ、いつもお直し出してる、プラス費用とか何万とかかかるから、はいはいはい、なんかさ、そういう話をしてる時にちょうどなんか企業さんとの出会いがこの前 あったんですよ、はいはい、で、じゃあそれ解決しようよ、うん、何やりたいみたいな言ってくれてで、一緒にプロジェクトを、はい、やってくる流れになりました、はい、どんな企業さんなのか、はい、どんなプロジェクトを我々が一緒にやっていくのか、これから発表していきたいと思います。はい、ということで今回一緒にプロジェクトをやらさせていただく FMB さんに来ていただきました。よろしくお願いします。私たち株式会社 FMB と申しまして、で普段はファッション 3DCG の制作をしてます。でファッション業界って結構石油産業について第2位の CO2 排出産業と言われてまして、環境負荷は非常に大きいんですけど、まあ、例えばデニム1本のコットンを生産するのに1人分の飲み水の10年分を使うですとか、あとまあ国内で、はい、生産された洋服の半分が実は売れ残っているとか、そういうのを言われています。で、私たちはそのファッション用の 3DCG を作ってるんですけども、作っては捨てられる実物サンプルを 3D に置き換えて、でそのことによってそのサンプルを減らしたりですとか、あとまあ生産する前に 3DCG で受注生産を取って、で正確な販売数を予測して、まあ、過剰生産を抑えるとか、そういうことで環境問題に取り組んでおります。これまあお打ち合わせの時もお話聞いて、デニム1本分のコットンを生産するのに1人飲み水10年分ぐらい。10年ですか。10年です。しかも洋服の半分売れ残ってるんですね。そうなんです。それって、うん、どこ行くのその行方は捨てられちゃったりとかが多いんですね、うん、だからさ、半額セールとかにしてるけどそれでもまだ残ってる人半額あると。そうですね。アウトレットに行ったところで行ったところで、はい、あ、そうなんだ。それってじゃあ数減らそうかなんないですか、作る数。減らしたいんですけど、そのお店がスカスカになっちゃうとカッコ悪いみたいなのがあったりして、で結構もう十分に生産するっていうのが今のアパレル の生産の仕方なんです、ね、カッコ悪さだけでね、うん、それで遡っても20年前とかと同じような形ってことですか。そうですね、ずっと昔から、うん、まあ、そういったものをこう 3D っていうところで今回解決していくっていう企業さんですよね、はいはい、これは今までに 3D の技術を使ってっていうのはあんまなかったんですか。そうですね、今のところやっぱりそのアパレル業界って、デジタル化ってすごく遅くて、やっと使い始めたっていう感じになってます。そういった 3D を使って、うん、まあ、環境問題に取り組みながらファッション業界を切り替えて、はいはいはい、次にプロジェクトの、まあ、説明を、3DCG っていろんなことができるんですけど、今市場で売られてる服って大半その若者 のメンズレディース SML に大体入ると思うんですけど、まあ、そこに当てはまらない体型の方もたくさんいらっしゃると思うんです。
でその CG で洋服をモデリングするときに、まあ、アバターという人型のものに着せつけるんですけど、そのアバターのサイズっていうのはもういろんなところがいろんなサイズに変えられるので、まあ、その既存の SMM に当てはまらないあの体型の人とかのやつも、作ることができるんですね。でその画面上で洋服 の, あの型紙を出しておいて、でそれをアバターに着せつけるみたいなことをするんですけども、まあ、その着せつけた状態でここを絞るとかここを小さくするとかあの大きくするとかそういうのができるので、まあ、それでその画面上でかっこいい見え方みたいなのを瞬時にあのシミュレーションして、で、まあ、そこからプリントアウトして、お洋服を作ったら、かっこいい洋服が作れるんじゃないかっていう企画になってます。自分たちのアバターができるってことですか？そうですね。それはちょっと楽しみ後日ね、みんなにもちょっとお披露目できればと思います。で、これで実現できることは、一つ目、はい、FTM の本当の体型の特徴がこれで分かります、うんうん、次に、その体型に沿った理想のシルエットが作れる。で、3つ目、まあ、そのデータが揃えば、まあ、FTM の、まあ、専門じゃないですけど、うん、そういったファッションブランドの立ち上げなどにもつなげることができる、うん、まあ、そうするとね、その結果 FTM のみんなが服選びに困らなくなる、うんうん、で、まあ、5つ目はちょっと自分たちの希望ですけど、はい、やっぱまだね、日本だとトランスジェンダーモデルっていう形で表現する人たちがすごい少ないじゃん。モデル側のロールモデル、はいはい、に、はい、まあ、ミュータントとして今後こういったデータだったりとか、うん、こういった取り組みを持ってそういうところにもこう挑戦していきたい、うん、ただこれ本当に実現するためにはFTM の方の協力が本当に結構数十人か数百人のデータが必要なので、まあ、最後までこの後測定の仕方なんかもちゃんとお伝えするので、うん、最後までしっかり見ていただければと思います。目がね、ちょっとね、頭のりみたいな。怖えよ、本当に。意地悪いわ、こんなの。本当に怖いよ。いや、出てきたばっかり。リアル上。はい、ということで数値が出ました。計測の方は結構25箇所ぐらいやらせていただいたんですけれども、比較に使った数字は胸囲とウエストとヒップと太ももで、比較をさせていただきました。パッと見た感じだと、割とおーちゃんさんが、まあ、綺麗にまとまっている感じで、ばらけてるのが朝日さんですね。はい、一人一人は割と下半身はまとまってて、胸囲だけちょっと小さめみたいな感じですね。そうですね、うん、メンズフォークはにまとまってますね、はい、重ねてみると全部ばらけてるんです。
感じなので、まあ、三者三様って感じですね、うん、っていう感じです。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。はい、ということで説明、データの説明していただきまして、うん、はい、はい、いろいろと新しい言葉だね、うん、まとまっている、そう、一番、でもさ、一番まとまっている、うん、バラバラ、バラバラ、バラバラ、上半身と下半身それぞれまとまっている、うん、まとまっている。一回整理すると、うん、おーちゃんは、うん、要は一番全体的にまとまってる、うん、でも S だと下半身がピッチ、はい、だけど M だとちょっと余るっていう間の瀬戸際のとこね、うん、朝日が一番揃えるのが難しくて、うん、上半身が S、 下半身が L、 でもウエストが M で、マスターが下半身上半身はまとまってんのよ。太ももが張ってるっていうのが、そこはちょっとポイントエリアが難しい。だから一番統一でまとまっているかもしれないけど、服選びは自分はめんどくさいってこと、うん、そうだね。そうそう、てかセットアップ難しいよね、そうなると本当に。S で上選んでも下入らないし、 L で選んでも上ぶかぶかるし、うん、だからやっぱ上下違うサイズにするしかない、ね、総評で言うと、はいはい、下半身に比べてやっぱ上半身の脅威とかは小さい、うん、だから元の骨格的に女性だったっていうのがまあ分かりやすい、はいはいはい、あとは身長設定が男性設定だと高いから、そもそもが基準がね、そう、うんうん、だからこの脅威とかさ、こうヒップとかでいう長さはこういう風に出しやすかったんだけど、うんうん、丈とか裾とかさ、袖の長さとか、うん、そういうので言うとやっぱ男性の方が基本洋服長いから、うん、そこの長さは、長さ問題はやっぱ出てきちゃう、うん、で、あともう一つは我々が元アスリートだからなのか、ウエストに対してちょっと太ももが成長しちゃってますので、急成長急成長しちゃってるから、はいはい、いろんなデータをより集めていった時に、こうアスリートじゃない人も、うんうんうん、の方がちょっと今回バラバラだったから、うん、より詳しく、はいはいはい、ちょっと3人のさ、ここにさ表の平均取ったの誰がどこっていうのをちょっとパッて一瞬見たから、はい、あれのその表にいろんな人のデータが入っていった時に、まあ、身長だったりとかさ、うん、そういうのも含めて分析したらかなりいいデータかなと思った、ね、3人も本当に数字の場所が本当バラバラで、バラバラ、いやでもこれでさ、なんかその上半身と下半身のバランスとかはちょっと見えてきてるからさ、うん、いろんなデータを取りたいので、うん、やっぱ FTM の方ね、はい、で条件がね、うん、あるからそれにこう沿った方でちょっと協力していただいて、お願いします。いやでも面白かったね、結構、うん、でもこれがちゃんとデータとしてできればまた新しい何かができるかもしれないし、そうだかもしれないね、うん、結構楽しみだったんだよね。にしてもアバターは、アバターが最高に受けた。面白い。でもアバター撮ってもらう機会ないから、ね、こんな貴重な機会はない。最後にもう一回なんですけど、調査にね協力していただける方、うん、FTM の方限定なんですけど、その中でも条件があります、はい、1つ目は、入選の摘出を済ませてる方で、もう一つはホルモン治療を1年以上してる方、うん、で最後なんですけど、子宮卵巣は取ってても取ってなくても全然問題ないので、うん、その条件に当てはまる方がいらっしゃれば、ミュータントの公式のインスタグラムだったりとか知り合いの方から DM いただければ、どういう風に測定しますみたいなのを送らせていただけるので、まあ、その協力も得て洋服作り、今後のファッション業界っていうのにちょっと役、はい、生かさせていただきたいと思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画のグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。